これはアメリカの最高級車キャデラックです。アメリカの成功者の乗る車として、ずいぶん長い間君臨していたんですが、アメリカの市場でもキャデラックはドイツの車にやや押される傾向があって、よほど保守的なアメリカ人でない限りはキャデラックでなければならないというような傾向がだんだん失せつつあります。で、この車の仕様をカタログで読んでみますと、もう驚くほど自動化されていまして、例えばサスペンションで乗り心地がいいとか悪いとかということを一口では言えないというようなサスペンションがついています。で、どんなサスペンションかといいますと、毎分1000回、演算をして路面と車輪が相談をして最もいい乗り心地と安定のいい走り方をするように、足回りが自動的に硬くなったり柔らかくなったりするようになっています。それから車に乗りますと一番先に感じるのはエンジンの出力なんですが、この車についているエンジンの出力は270馬力以上で、しかも300馬力ばかりのものが用意されている、4リッターを超えるエンジンです。で、このエンジンもなかなか凝っていまして、出力よりもトルクに驚かされます。トルクは 41kgm というんですから、大変なトルクでして、このトルクとトランスミッションの組み合わせで時速100キロはこの4スピードのトランスミッションのトップギアで、1600回転も回っていれば時速100キロになるというようなものです。したがってどんな速度からでもアクセルさえ踏めば強烈な加速が得られます。例えばこんな風です。で、胸のすくようなというよりは頭を後ろに残さなければならないような、加速ブレーキぶりを示します。いきなりびっくりするような急激な加速をして車輪を空回りさせないという仕掛けもついています。これはまあ面倒くさい言葉で言うとトラクションコントロールというようなものですが、車輪が空転しようとするとその車輪の空転を抑えるための仕掛けがあるということです。ハンドルの切れ味がどうかこうとかどうとかこうとかということもいつでも申し上げるんですが、これはエンジン回転感能ではなくて速度感能とその他に打角をコンピューターで演算して、おそらくはパワーステアリングのパワーの解除力を自動変換している印象があります。例えるならば、そうですね、これはメルセデスをよほど研究したんでしょうね、ベンツの操舵力に近くなっています。それよりもちょっと軽いかなと思えるぐらいです。しかもこれは操舵輪、舵を切る車輪を角度を持たせるのに難しい前輪駆動の車です。それでもこの長さにして約5メーターもあるような車の旋回半径がどのぐらいかと言いますと6メーターとちょっとです。したがって13、4メーターもあれば U ターンができるというぐらいハンドルが切れます。この日本で持て余すほど大きいキャデラックのソーダリンを学ぶべきだと私は思います。で、キャデラックですからどこが狭いとかなんとかということはございませんで、今この前席もアメリカ人には体の大きい人もいますし小さい人もいる、とにかく、何かしらの形でキャデラックが買えるほど成功した人のためにだったらば、この車自体が形を合わせようとするぐらい、
高等な出来ですから、頭上のヘッドクリアランスなんていうのは拳を1個乗せても十分ですし、これは私はアイポイントを高くするためにシートを高くして乗っているからこうなので、これを下げてやろうと思えば、拳など1つ半ぐらい、入るぐらい、下がります。こんなに、広くなります。これは鉱石のシートは、アジャストはできないんですけれども、それにしても鉱石でも同じぐらいの頭上空間を持っています。内装の豪華さ、それから何と言いましょうかね、やっぱり贅沢さと言ったらいいでしょうかね、もなかなかのもんで、これは革仕様ですが、それはそれは見事ななめしの立派なクリーム色の内装になっています。このアメリカ的な快適さ、アメリカ的な贅沢さ、アメリカ的な高級というのも、まんざら悪いものではありません。この車からアメリカ人の成功者の片鱗がもし伺い取れると思えるんでしたら、一度ぜひお乗りになってみるとよろしいと思います。燃費の報告の前に訂正がございます。もう年中訂正があって恐縮でございますが、サスペンションと道路の関係を、この車は毎分1000回演算し直すというふうに申し上げましたが、実はそれどころではございませんで、1秒間に1000回のスピードで、コンピューターが作動して、路面の状況と速度と、横にかかる重力の移動と、そんなものを1秒間に1000回演算してるんだそうであります。車の回り方にするとタイヤが1インチ動くごとに1回ずつ演算しているというような計算になるであろうというわけであります。燃費の方は、我々が試乗いたしました車は1リッターあたりで、7キロ走るというふうに運輸省の審査ではそうなっておりまして、その数字が発表になっております。で、我々が約250キロ、東京都内の道路、これはまあ普通程度に混雑しておりました。それからやや流れのいい高速道路で250キロ走りまして、その平均は1リッターあたり 8.4 キロ走っておりました。10-15 のモードよりはずっと高成績だったというわけでございます。騒音の方は時速100キロの時にいつもと同じように計測いたしましたが、当日は雨でございましたんで、雨に濡れた道路をタイヤで叩く音、それから雨そのものがガラス窓に当たる音などが聞こえましたが、それでも64デシベル、いい舗装路面を晴天時に走ればおそらくは61デシベルから2デシベルぐらいだろうというふうに思います。まさに高級車の雰囲気で、ございました。